言って、420円ですね。はい。はい。ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子、バオシンです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。現在地は福島県郡山市の富田町というところらしいんですけれども、なぜらしいっていうのかというと、全く土地勘がないからです。只見線復活編第2話をお届けするわけなんですが、前回の第1話、福島中通りの旅、興味の向くままにいろんなことをやってしまったら、あっという間に真っ暗になってしまいました。日が落ちるのは早いですね。冷静に言うことじゃないですけど。それでまあ、そろそろ3泊4日の初日が終わろうとしています。ということはやはり一晩過ごすところが必要です。もちろん予告していますから、どんなところに泊まるのかは第1話のエンディングで申し上げておりますし、ただご存知ない方のためにもう一度申し上げます。これから一晩お世話になるお宿はですね、部屋数限定で2980円、楽天トラベルのサイトで予約をしまして、なおかつ素泊まりだけではもったいないような気がしたので、プラス700円で夕食を用意していただけると聞いたものですから、プラス700円ぐらいだったらいいんじゃないかなと思ったので、ちょっと待ってくださいね。マップがないとね、わからないんですよ。Google さんのマップアプリを見ないと、確実に迷ってしまうんで。で、まあ、なんとか宿に着こうと思って、一生懸命歩いてます。で、今回、一晩お世話になる宿の名前ですけれども、匠の宿千夜さんと言います。ちょっと特徴がありまして、自家用車持っている人には通いやすいんですけれども、僕のように旅行をするとき、鉄道やバス、タクシー、そういった乗り物に頼らないといけない人にとっては、ちょっと宿までの移動手段を考えなくてはいけない、そういう特徴があります。これを克服してしまえば、お値段もお値段ですし、本当に素晴らしい宿泊施設なんじゃないかなと思います。それでは、まあ、YouTube ご覧の方、1万円以下でお得に泊まれる格安宿という再生リストをご用意いたしました。千夜さん、この再生リストの新しい一本としてご紹介させていただきますので、まとめてみたい方はぜひそちらの再生リストをチェックしてみてください。あー大変、バス停からもうかれこれ1時間以上歩いております。もうそろそろお宿見えてきますので、まずはチェックインを済ませたいと思います。長いオープニングで失礼しました。やってきました。ここが匠の宿千夜さんです。今回は事前に撮影してもいいか確認を取りました。ということは今までやってなかったんだねっていうことで、バレバレですね。ごめんなさい。次からちゃんと交渉して映像制作していこうと思います。とはいえ他のお客様のご迷惑にならなければ大丈夫ですということで声をかけていただきましたんで、早速チェックインしたいと思います。ここが靴箱です。宿泊利用する人はここに自分の履物を預けておくようになっているようです。フロントの横に見たよ。うわすげえ。リアルタツの落とし子見えるかな。しかも2匹。はじめまして、こんにちは。リアルで見たのは初めてです。はーい、よいしょ。おー、はい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 、着きました。ここが今夜一晩使わせていただくお部屋になります。ありがたい、最初から布団が敷いてありますね。で、テーブルがありまして、リモコンが2つ、エアコンとテレビのリモコンがありまして、これはありがたいです。ここに目覚まし時計があります。明日早いですから、僕は。こういう風に目覚まし時計があると、とてもありがたいです。コンセントここにあります。2つあるので、カメラ、機材の充電、それからスマートフォンの充電、十分ですね。クローゼットなんですが、扉の両面についています。縦に長いというか、大きなクローゼットと、両側についてます。あ、僕はいつも消臭剤持ってくるんですけど、いらなかったですね。入ってました。すごいな。ハンガーが4つありますから、着替えには困らなそうです。上の方にもクローゼットありますけれども、これは一体何に使うのか、手が届かないので分かりません。まあ、多分収納には便利かと思います。
あとなかなかないのでこんな感じでアンケート貼ってありますし、上の方にはボールペンがありますので、まあ、後で記入をさせていただけたらと思ってます。 Do not disturb、 邪魔をするな。なるほど、こういうタイプなんですね。よくわかりました。よく見たらここにもコンセントありました。これだけあれば、ね、もう十分ですね。10月ではあるんですけども、めっちゃめちゃ汗かいたんで、ひとまず冷房入れました。お前おかしいんじゃないのって思った人、ほんとすいません。多分おかしいです。以上が千夜さんで一晩お世話になるお部屋の紹介でした。さて、お腹も空きました。汗も流したいです。さあ、どちらにしましょう。実際にお部屋の中入ってみて、改めて気がついたことなんですけれども、千夜さんに宿泊するときは、部屋着は自前で用意した方が良さそうです。特にガウンですとか、そういったものに関しては見当たらなかったので、まあ、僕の場合はこんな風にいつも寒めを寝巻きとして用意してるんですけど、こういう感じで自前で寝巻きを用意する必要はありそうです。まあ、それとお部屋の中、もう一度見ていただきたいんですけども、白読者ってあれですけども、賃貸住宅のリフォームしたような雰囲気をどことなく感じます。決して悪い意味ではありません。親しみやすい居心地の良さといったらいいんでしょうか。そんな雰囲気はあります。塚川からここに来るのでお手洗いを済ませてなかったんですよ。逆にちょっと馬鹿旅館紹介の定番お手洗いチェックしに行きましょうか。洗面所広いですよ。これこっちがトイレですね。スリッパがちゃんとあって、新型ウイルスの関係で等間隔に2台しか使えないみたいですけど、こんな感じに持ってますね。こちら洗濯室になりまして、中はこんな風に洗濯機と乾燥機が用意してありますね。乾燥機に関しては1回につき100円、洗濯機1回の使用につき200円ということです。あと外の貼り紙にあったんですけれども、洗濯洗剤はフロントの方でご用意があるそうなので、必要に応じて頼むこともできるみたいです。こっちが2階になりまして、2階にお風呂場があります。誰もいなければという条件付きだったので、今回は他の利用者の方とのトラブルを避けるために場所だけお見せしたいなと思います。行きましょう。2階の踊り場の方に観葉植物がありますね。こういうのがあるだけでも違うんですよね。ここが浴室ですね。使用できる時間帯には限りがあるみたいです。朝は5時から10時まで、夕方は17時から24時まで。バスタオル、ショータオルは備え付けですということみたいです。ちょっとだけ中開けてみますか。ここは脱衣所です。風呂場こんな感じになっています。フェイスタオルとバスタオルが備え付けてあります。先にお風呂って思ったんですけど、使ってらっしゃる方いるんで、夕食をいただこうと思います。ソースとかが簡単なところにあります。早速、夕食にしたいと思うんですけれども、ご用意いただきました料理、こちらになるんです。すごいですよ。驚きますよ。ご飯の量がすごいです。僕がいつも家で食べているような倍ぐらいある。見てください。フライがドーン、ドーンですよ。正直、ここまでのボリュームを想像してなかった。次、この味噌汁はね、油揚げがたっぷり入って嬉しい限り。で、銀のおかずがこれに、スパゲティサラダ、そして最後に、ご進行があります。こういうラインナップです。さっき見ていただいたのが別途700円でついてくる夕食なんですけども、夕食を注文していると1杯目は250円で生ビール飲めちゃうんです。で、2杯目からは350円ということで、手前味噌が今日も頑張りましたから、いただきます。いただきます。ご飯をいただきます。
料理と関係ないだろうって言われそうですけど、箸が握りやすくていいんですよ。甘みがあって、これで歯触りがいいご飯ですね。これなんだろう、事前に牡蠣が苦手なので外してもらえますかって料理長もフロントの方もその通りに対応してくれます。次これをいただいてみようと思います。あ、なんだろう、カニクリームコロッケみたいな感じですよ。中がふわふわで衣がサクサクで食べやすい。美味しいものがあるとビールが進む。あーうまいっす。だから次ごめんなさいね、下手くそで。それ申し訳ないんだけど、これハムカツかなんかかな、いただきます。うん、ハムカツだった。手にソースかけてたからっていうのもあるんですけど、油が乗ってて本当美味しい。次はこのエビフライでーす。美味しそうでしょ。カルカルソースつけて、あーうまい。エビがうまい。肉には染み渡る、これ。はい、もうシャキシャキ、美味しい。で、これいただいてみましょう。いい感じ。お腹いっぱいになる。まだだけど。味噌汁。あ、そっか。大根が入ってるのかなこれ。最高。これは最高すぎる。しても人によっては普通かもしれないけど、僕にとっては十分贅沢。あとは一応今普通食べるため。味噌汁が体に染みる。絶品の夕食、ちょっと残しているように見えるかもしれないですけど、完食しました。本当に素晴らしい料理、ありがとうございました。調子に乗ってもう一杯もらっちゃいました。350円だけど。でも普通に考えたら、居酒屋でビールのおかわり500円台が多いじゃないですか。350円っていい勝負してると思う。といううんちくは置いといていただきまーす。今日はいい夢が見れそうだ。そうしました。食堂で美味しいものをいただいて、ビールも調子に乗って2杯飲みましたね。歯を磨いてしっかり休もうと思います。それでは皆さんおやすみなさい。明日早いので、寝ます。というわけで、こちらの匠の宿千夜さんで一晩休息をとって、また新しい旅をする準備が整いました。初めての利用だったんですけれども、印象に残ることが大きく2つありました。1つは、初めて利用させていただいたんですけれども、まるで自分の家にいるような居心地の良さと快適さを感じることができたということです。そしてもう1つ印象深かったことは、本当に美味しい夕食、フライもボリューミーで食べ応えもあって、お腹も心も満たされる食事をいただく
ことができて、匠の宿千夜さんで過ごした時間は忘れられない一晩になったと強く感じています。これから郡山周辺で旅行を考えていらっしゃる時に、この映像を見て匠の宿千夜さん泊まってみようかなと思っていただけるきっかけの一つになってくれればいいなと思っています。至らない部分あったかもしれませんが、楽しんでご覧いただければ本当に嬉しいです。そんなこんなで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント高評価チャンネル登録お願いします。次回の只見線復活線第3話は、今回の旅行シリーズの一押し観光列車只見線満喫号で、会津若松から只見まで秘境の路線を存分に堪能する鉄道旅行をお見せします。次回の第3話もぜひご覧いただければと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。